昨日の顔合わせ、ほんと不愉快だったわ。家族ずらしてたのがマジでムカつく。え？あんたまでいるとは思わなかったから最悪な気分。そんなことを言わないで。せっかく義理の姉妹になるんだから仲良くしましょうよ。いくらお兄さんの嫁だとしても、家族だなんて認めないから。どうしてそんなこと言うの？お父さんもお母さんも言ってたよ。あの女は家族ではないって。そんなことを？だって、不死家庭育ちなんでしょ？しかも父親の仕事は日雇い労働に家政婦？そんな人が身内にいるなんて恥ずかしいんだけど。ひどい。そんな風にバカにしてたなんて。知らなかったの？さすが期待されてない長男の嫁。期待されてない長男？ゆうきさんのことまでそんな。うちの後期は一流企業のエリート。平凡リーマンのお兄さんとは格が違うの、格が。それはそうだけど。家も買えない賃貸暮らしの兄と違って、家を建ててくれる優秀な弟。惨めな兄のために、兄の会社に建設を依頼してあげた優しい弟。マジで心から感謝してよね。弟の恩恵もらいまくってるんだから。カコちゃん、そんな言い方しなくても。慣れ慣れしく呼ばないでよ。名前を呼ばれるのもイライラするわ。いい？この家で認められている嫁は、私一人なの。あんたと仲良くする気もないから。身の程をわきまえた行動してよね。こっちから連絡しない限り、連絡もしないで。カコちゃんにサーヤの連絡先を聞かれたんだけど、カコちゃんから連絡来た。うん。サーヤに言いたいことがあるって言ってたけど、何の話？それが、私、彼女に嫌われてるみたいで、顔合わせに私もいたことが嫌だったみたいなの。わざわざそんなことを言うために連絡を？そうみたい。そっか。俺も家族には嫌われてるからな。今のサーヤの気持ちはわかるつもりだよ。知ってたの？そりゃわかるよ。特に大変だったのは後期。昔からいつも張り合われて、弟が勝たないと泣いて大騒ぎで大変だったんだ。そうだったのね。それにしても夫婦揃って嫌われるとは。笑ってる場合じゃないよ。家族なのにどうしたらいいか。お母さんたちまで私のことを嫌ってるって言うし。え？私が不死家庭であることとか、父の仕事をよく思ってないみたいで。そんなことまで言われたのか。ごめん。傷ついたよな。うん。これからどう付き合っていったらいいかわからなくなって。ニコニコしてたお母さんたちの本心も聞いちゃって、なおさら。うちの親って調子いいからさ。誰にでもその場ではいい顔するんだよ。だから真面目に対応するだけ気疲れするんだ。親とも弟夫婦とも程よい距離感で付き合っていこう。ゆうき。ちょっとなんで来てるの？え？結婚式だから。あんたのことは家族と認めてないって言ったじゃん。ほんとわからない人ね。早く帰ってよ。帰ってよって本気で言ってるの？当たり前でしょ？薄いご祝儀袋ではした金なんていらないから。帰れ！あんたらの席なんて用意してないんだよ。30万円包んだよ。それっぽっちで威張るな。え？ご祝儀に30万持ってきたからって、家族面しないで。あんたを家族の一員に認めることは一生ないから。じゃあ、家の建築費用返してね。え？何言ってんの？ここまで礼儀知らずなことをされたら、さすがにもう許せないもの。建築費用は返金してもらうわ。マジで何言っちゃってんのよ。笑っていられるのも今のうちだから。お兄さんの勤務先に家の建築をお願いしただけなのに、調子に乗ったこと言うな。メンヘラ女の妄想も大概にしろって話。よくもそこまで。ほらほら、お呼びじゃないんだからさっさと消えろ。あんたらが身内だってバレたら、一生の黒歴史になるわ。わかった。後悔しないでね。はい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 。さっさと消えろ。ちょっとお兄さん、お宅の会社どうなってるの？カコちゃん、うちの新居の建設工事、ストップしてるそうじゃない。どういうことか説明してよ。工事の遅れ分の保証してもらうわよ。結婚式の時、俺たちを追い出したこと忘れたの？はぁ？そのことを根に持って嫌がらせしてるってこと？
冗談じゃないわよ。クズ兄のために仕事を依頼してやったのに、仕事一つまともにできないの？市場の援交を挟んでんじゃないわよ。ふざけんな。さっさと仕事やれよ。やられて当然のことをした自覚もないのかよ。救いようのないクズだな。クズはお前だっつーの。脳なしのくせに一丁前に仕返しとかするんじゃないよ。じゃあ工事費用の追加払いをすれば。はぁ？費用の追加請求への支払いがないから工事がストップしてるんだよ。追加請求って何言ってるの？頭大丈夫？費用未払いの工事なんてできるわけないだろ。費用未払いって何よ。そんなはずないでしょ。お金は工期がしっかり。あの工期がしっかり？それこそそんなはずない話だろ。ちょっと待ってなさいよ。何か手違いがあったかもしれないから、後期に確認してくるから。お姉さん、うちの建設のことですけど。ああ、工事ストップになったみたいね。追加払いの請求を支払い拒否したから、工事がストップしたのよね。お母さんたちが払ってくれてると思ってたんですよ。そしたらお母さん、知らないって言うんです。本当に建設費用はお姉さん持ちだったんですか？だからそうだって言ってたでしょ？人の話を聞かないから。そんなバカな。だってお兄さんは後期よりランク下の年収なのに、お姉さんだって日雇いとか家政婦なんかしてる最低な人の娘なのに。いい加減にしろ。何度も父のことをバカにして、お前が私の父の何を知ってるって言うんだよ。何って。父は家政婦じゃない。確かに日雇いをしていたこともあったけど、今は家事代行サービスを運営する会社の経営者だよ。幼い頃に母を病気で亡くして父子家庭に育ったことは事実。それで家事と育児と仕事を両立させることの難しさを父は骨身に染みて知ったのよ。それで会社を？そうよ。世の中には同じような事情で家事をしてくれる人が必要な人がたくさんいるから、少しでもその人たちの役に立ちたいって思いで作ったの。父の顧客への熱い思いが溢れる事業は大成功して、今じゃ年商10億円の会社にまで成長したわ。ね、年商10億円？父は幼い私の面倒を見るために会社員という枠を捨てて、時間や勤務日数の融通が効く日雇い労働者の仕事を選んでくれたの。私のために人生すべてをかけてくれた父をバカにすることは絶対に許さないから。ごめんなさい。そんなにすごい人だって知らなかったから。私はね、父の家族に対する熱い思いに包まれて育ったの。だから家族は本当に大切な存在だって私は思ってる。義理の弟夫婦のお祝いに建設費用を出してあげようとしたのに、ここまでひどい仕打ちをされるとは思ってなかったわ。だからごめんなさいって。知らなかったんだもん。仕方ないじゃないですか。ちなみに勇気の会社、今年上場して一流企業の仲間入りしたのよ。勇気の真面目な仕事態度も評価されて、最年少で部長に昇格したわ。え？企業の部長？それならそうと早く言ってくれたらいいのに。わかりました。いいですよ。は？何が？これからは家族として認めます。お祝いもいただきます。部長様様、家族代行会社の社長の娘様様、やっぱり家族が一番よね。だから予定通り建設費用を出してね。誰が出すか。家族として認める？どこまで上から目線なんだよ。こっちはとっくにあんたらなんて家族だなんて思ってないわ。新居の建設、そんなもん自分たちでやれ。お姉さん、そんなに怒らなくても。うるさい。お姉さんなんて呼ばないで。イライラするから。そして二度と連絡してくるな。よくもそんな態度。私を何だと思ってるの？こんなに頭下げているのに許さないとか、どんだけ心が狭いんだよ。呆れた。この後に及んで逆ギレ？少しでも得したいからとりあえず謝ったけど、もういい。そうだよね。後期に出してもらえばそれで解決する話でしょ？その代わり、
こんな仕打ちをしたことは一生許さないから。二度と連絡してくるな。家族面もするな。わかりました。最初に払った着手金の返済はお願いします。そんなはしたがね、後期が払うわ。待ってろ、貧乏女め。やっぱり家のお金、出してもらうことにしたから。は？昨日自分たちで払うって言ったばかりじゃない。着手金の返金してください。だから、当初の予定通り、あんたたちに払ってもらうことで話がついてるの。つまり返金とかそういう話も全部なし。元通り。何言ってるの？めんどくさいこと言わないで。お父さんとお母さんはそうしなさいって言ってんだよ。だから、そんなの知らないって。コウキさんが払うんでしょ？そうしてもらえばいいでしょう。連絡しないでって言ってたくせに、何度も面倒な話しないでよ。うるさい！仕方ないでしょ！あ？だからそれが、ないのよ。え？コウキがお金なんて出せないって言うのよ。だったら最初に自分たちで言い出したことなんだから、お姉さんたちに責任取ってもらおうって話になったの。ってことで、最後まで支払いよろしく。またそんな勝手な話を。このまま工事が止まってると裸状態の木材がどうなるか分かってる？だから今すぐ工事再開しないとやばいわよ。どの口が言う？あんだけ散々バカにして逆切れして開き直って、その結果またお金を出せって？自分勝手もいい加減にしろ。家族にそこまで言うの？マジで最低なクソ女が。ああ、また開き直り？ちょっと金持ちだったってだけでいい気になるな。どうせ父親の会社なんて吹けば飛ぶようなクズ会社のくせに。しかも旦那が昇格？うちの後期がすぐに追い抜いてやるよ。ああ、頼んだだけ無駄だった。もうこんなケチがついた家なんていらない。自分たちで信用できる会社に頼んで建てるから、もういい。信用できるって、ローン組むつもり？それは無理よね。は？後期くん、ギャンブル依存症で借金まみれだから、ローン審査通らないよ。はい？何言ってんのよ。後期が借金なんて、あるはずないじゃん。いや、借金まみれだよ。せっかく企業に入社しても、借金地獄でかわいそうだから、せめて家をプレゼントして、再起のサポートができたらって思ってたんだから。嘘。じゃあ、本当に、後期は借金まみれ？残念だけど、そういうこと。しかも雪だるまみたいに膨れ上がってるから。そんな！今まで高額なプレゼントもたくさんもらったし、借金要素なんてなかったのに。それ、全部借金だって。600万の借金も700万の借金も変わらないって言って使ってたみたい。もうほんと、金銭感覚が狂っちゃってるよね。700万も？生活費とかお小遣いとか、定期的にゆうきさんが出してたけど、さすがに結婚式のことは相当怒ってて、もう兄弟の縁も切るって。お金大変になると思うけど、まあ頑張って。待って。生活費の援助まで受けてたの？そんなこと、お母さんたち一言も。コウキくんのことは溺愛してるからね。見たくないものは見ないようにしてたんじゃないの？そんな。そうそう。私たちが先に支払った金額は1000万だから。きっちり返済させるから、こっちも頑張って。1000万？ちなみに家の建設継続に必要な残金は2000万だよ。そんなお金ない！ごめんなさい。無理です。払えません。ただ、助けてよ。部長になるお兄さんか、お金持ちのお父さんに頼んで、助けてください。頼むよ、お姉さん。その後、弟夫婦の悲惨な状況を知った義両親は失神寸前だったとか。しかも、加古さんも借金していたことが判明。結局借金700万と加古さんの借金500万。私たちへの返済1000万を返すために義実家を売却。しかし、築65年の古く立地が悪い義実家は700万でしか売れず、1500万の借金が残る形になったそうです。会社までも借金取りが来るようになり、自然と退職に追い込まれた義弟。今では義舞と一緒にパートやバイトを掛け持ちし、義両親の面倒を見ながら借金返済生活をしていると聞きました。義舞はしつこく SOS を出し続けますが、もちろん無視。目の前の幸せに感謝せず、求めすぎた結果、すべてを失うことになったことは、自業自得としか言いようがありませんからね。
それに今は私たちの家を建設する準備で、構ってる暇はありません。